皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。2022年も半年経ってしまいました。上半期のベスコスを紹介させていただきます。今年入って35歳になりアラフォーです。2022年はアラフォー目線でマイベストスキンケアを紹介させていただきます。私の肌悩みは毛穴の黒ずみだったり開き毛穴に、お顔全体的にたるみが気になっています。毛穴ケアとエイジングケア、効果があったものをご紹介させていただきます。よかったら最後までお付き合いお願いします。それでは動画スタート。部門に分けてベスコスを発表していきます。汚れはしっかり落ちるんだけど、肌に優しくて保湿効果の高いクレンジングバームをここ数年愛用しているんですが、今期のお気に入りはローズラボのローズクレンジングバームです。天然由来成分 94.5% でできていて、5種の人型セラミド、そしてヒアルロン酸、植物エキス配合でメイクオフをしながら保湿とエイジングケアが行えます。お肌の体温でとろけて素早くお肌になじみます。すぐにメイクが浮き上がるので、力を入れなくてもメイクオフすることができ、お肌に負担が少ないです。マスカラはウォータープルーフアイテムを使っているので、マスカラリムーバーで先に落とします。マスカラリムーバーのお気に入りはアイプチビューティーマスカラリムーバーです。スクワランとホホバオイルなどの美容保湿成分配合のマスカラリムーバーで、まつげをいたわりながらマスカラをオフすることができます。アプリケーターがチップブラシになっているので、マスカラリムーバーをしっかりと含んでまつげにまんべんなくリムーバーを絡ませることができ、マスカラを残さずオフできます。マスカラリムーバーをのせている間に全体クレンジングを行っていきます。ローズクレンジングバーム、こちらをなじませていきます。なんか長年愛用していたデュオとね、使い心地が似ています。メイクオフする力はデュオの方が若干高いかなっていう感じです。デュオと何が違うかというと、食べられるバラを贅沢に配合していて、香り高いバラの香りがします。そこがお気に入りのポイントです。癒されながらメイクオフすることができます。こんな感じで全体になじませ終えたら、もうマスカラリムーバーとマスカラがなじんでいるので、そのままバームとマスカラリムーバーをなじませてアイメイクオフしちゃいます。はい、続いて洗顔部門に移ります。紹介したクレンジングはダブル洗顔不要なんですが、ディープクレンジングしたい時や朝洗顔する時、こちらサロニアのエクストラクリーミーフォームです。しっかりと振って使っていきます。プシューッと出すとこんな感じで角が立つぐらい濃密な泡が出てきます。時間が経ってもへたらない濃密な泡です。この濃密な泡は毛穴よりも小さい泡のため、毛穴の中に入り込み毛穴の汚れケアを行えます。こちらは炭酸の泡だから、このままのせればね、炭酸パックが行え、血行を促進させてクリアな肌へと導いてくれます。私はサロニアのイオンフェイシャルブラシと併用しています。ここが温感になっていて、肌を温めて肌ケアがしやすい環境へと導いてくれます。こちらのヘッドからはイオンが放出されていて、この音波振動で毛穴の汚れを浮き上がらせて、こすらずに毛穴ケアができます。肌には当てないようにこんな感じで動かしています。こすらないのに汚れがしっかりと落ちます。実際にどれぐらい落ちるのかご覧いただきますね。向かって左は通常の手を使って、右はイオンフェイシャルブラシを使い、どちらも肌に触れないように汚れをオフしていきます。イオンフェイシャルブラシの泡に色の変化が起きてきました。ティッシュオフしてみると、このように落ち具合が全然違う結果に。温感、イオン、そして振動、ちゃんと効果を発揮しています。洗い上がりは結構ね、さっぱりとした感じではあるんですが、混合肌の私は突っ張り感は感じられないです。角栓や黒ずみが劇的になくなったっていうのはないんですが、確実にしっかりと汚れを落としているので、黒ずみや角栓の予防にはつながっているという実感はあります。洗顔後は一番水分や栄養分などを入れ込みやすいタイミングです。導入美容液、ニッピコラーゲン化粧品のスキンケアジェル NM バランス、生コラーゲンを含め3種のコラーゲン配合で、他には水とグリセリンしか入っていないシンプル処方でお肌に優しいです。このジェルがね、モテるぐらいのジェルで、コラーゲンの配合の高さが伺えます。こちら洗顔後素早く重ねていきます。
冷蔵保存なんですよ。それが少し煩わしいんですが、最近暑いのでこのひんやり感がたまらなく気持ちいいです。コラーゲンは水分保持効果が高い成分なんですが、肌に浸透されにくいんですね。だけどこちらはナノ化されたコラーゲン配合なので、肌の奥に水分を届けることが期待できます。しっとりと潤うっていう感じではなく、一枚の膜がピタッと張られた感じで、肌がパーンと張るような仕上がりです。肌が守られている感覚があります。私の語彙力で伝わるかな、ペチッペチッとした感じの仕上がりです。乾燥だったり肌の張りツヤケアにおすすめです。続いて化粧水部門はこちらです。エステダムのオーセリュレールウォーターエッセンス、こちらはとろみ系の化粧水です。乾燥や環境などのストレス対応型エッセンス配合で、ダメージを受けたお肌のケアを行えます。肌本来が持っている水を再現しているため、肌なじみが良く浸透が高く、保湿やハリケアが行えます。オフランスのフレッシュな香りがします。重ねるととろみ系の独特のぬるつき感があるんですが、ちょっと時間を置くとこのぬるつきがなくなって、しっかり肌へと浸透されて嫌なベタつきがなくなります。肌がすっごい潤いに満たされて保湿されているって感じがわかります。こちらの化粧水は時間を置くと美容液と同じく、ちょっと膜が張られたようなパンとした張りのある肌に仕上がります。で、使うたびにね、透明感がアップしたように感じられる、そんな一品です。美容液は肌悩みにアプローチをかけていきます。私の場合は過剰な皮脂分泌による開き毛穴、若干お顔もたるんできているので、エイジングケアも同時に行いたいので、美容液はビタミン C 配合のものを好んで使用しています。ベスコスで何度も紹介しているのがオバジ C セラムです。やっぱりいろいろ使って戻ってきます。毛穴やくすみ、乾燥による小じわ、シミなど大人の5大悩みにアプローチがかけられます。オイルのようなテクスチャーで肌に馴染みがいいです。こちら毛穴が気になるところに重ねています。やっぱりこちらを重ねると翌日ちょっとね、毛穴の開きが軽減されて手放せないアイテムです。現在一番マックスレベルの C の25ネオを使用しています。刺激が強いため肌荒れの時は使用を控えています。クリーム部門はこちらです。ポーラのホワイトショット RXS、 こちらはターンオーバーを促し、メラニンの蓄積を抑え、シミ、そばかすを予防し、肌荒れや肌の透過にアプローチがかけられます。アラフォーのお肌には嬉しい美白ジェルクリームです。このようにみずみずしいプルンとしたジェルで、ひんやりとした使い心地なので今の時期にぴったりです。冬の時期だとちょっと物足りなさを感じると思うんですが、まあ夏は美白ケアにシフトチェンジしたいのと、軽いものに仕上げたいので、ほんと夏の時期にぴったりなジェルクリームです。肌に潤いを満たしながらも美白エイジングケアができる一品です。今年アラフォーになってからすっごい美意識が高まっていて、かなりねエイジングには力を入れています。やっぱり自分の肌に合うものを使って丁寧にスキンケアを行うと、こう透明感が蘇りますね。この肌状態が40歳までキープできるようにちょっと頑張りたいです。大事な日の前日だったり、ちょっと肌の調子が不調だなっていう時、アプリンのピンクツリーマスクパックです。毛穴の引き締めやニキビ、肌荒れ、敏感になったお肌を鎮静させる効果が高い T ツリー、鎮静回復効果の高いツボクサ配合です。薄めのシートではありますが、美容液がたっぷりと浸透されています。別日に撮影をしています。ちょっとね、お風呂上がりで今すぐにでも水分補給したい感じです。化粧水でお肌を整えてからパックを重ねていきます。フィット感がねたまらなくいいです。そのため動いても落ちない、ながら美容が可能です。でシートマスクに美容液がしっかりと含まれているので、パックの中にはあまりね美容液はもう残っていないです。とろみ系の美容液で鎮静と保湿、ハリのケアが行えます。通常のパックってだいたい15分から20分だと思うんですが、こちらはなんと15分から25分も放置しても大丈夫なんです。25分も放置してしまうとシートマスク結構カピカピになるものが多いと思うんですが、25分経っても乾かないです。じゃあ実際に25分置いていきます。はい、25分経過しました。こんな感じで全然乾いていなくて、絞ってみるとたっぷりと液が出てきます。
それぐらい蒸発しにくくて水分保持効果が高いのが伺えると思います。マスク前まではちょっと突っ張り感があったんですが、今はそんなことがなくてお肌がすごく心地いい状態です。もっちりと潤った感じです。しっかりと潤ったことで透明感が半端ないです。以上、忖度なしマイベストスキンケアを紹介させていただきました。はい、皆様もよかったらベスコス教えてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとコメント、そしてインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。